リキさんぐらいになるとさ、もう月に何本もライブやってると思うんだけど、うん、フライヤーとかさ、どこに発注してる？まあ、以前一緒にバンドやってる時は隊長やってくれたし、うん、まあ、あとはバンドのメンバーの人がやってくれる場合とかで、うん、iPad もある程度対応できるかなと思ったから、うん、iPad の CPU のいいやつを、うん、今年かかったのかな、うん、Windows でもなんかそのソフトいっぱい今あるの？いや、ソフトも落としていろいろちょっと仕掛けるんだけど、うん、なんかこううまくいかないっていうかさ、で、秋っぽいからさ、あれちょっとほら覚えるまでが大変なんだよね。あとさ、昔ね、仕事でさ、部下の人がなんていうのかな、前も話したかもしれないけど、パワポをさ、3日も4日もいじるやつがいてさ、それ見てたらあれだけどさ、そのなんか、だんだん3日目ぐらい、2日目ぐらいがちょっとイラついてくるから、それだってもう別にさ、普通に箇条書きで書きゃ終わるじゃんみたいな、すごい、上手でさ、すごくいい資料だし、客受けもいいんだけどさ、そんなに、言葉何にずっと。意識の高い人なのね。いや、仕事すんのめどきあんまりそんなディスっちゃいけないね。お世話になりましたからね。それだからあんまりなんかそのなんかここをさ、こう線をこうオフにしたりとかいうのはなんかイラつくんだよね、自分でもまあ自分ができないってのはあるけどね。でもさ、バンド仲間でいるんじゃないの、そういうのが好きとかよくやってて、やってくれる人いるけど、みんなそれぞれさ、僕と要するに引退老人はほとんどいないから、みんな仕事持ちながらだからやっぱり忙しいし、バンドのメンバーでやってもらってる場合はもう本当に本当のソフトを使ってるから、うん、なんていうのかな、今リキさんがお願いしてるデザインの人はものすごくいいデザインのフライヤー作ってるよね、うん、その人にじゃあこれからも頼む。でもほらだからその仕事でもそういうのやってるから、うん、それが詰まってるとちょっとできなかったりするじゃない。で、頻度が高いからさ、そんなにもこう、こっちやってあっちやって、こっちやってあっちやってできないっていうことになるから、まあ、月10点ぐらい。そこまでは頼んでないけど、まあまあ、なんか非常に申し訳ないから、自分でできなきゃいけないなぁと思って、いろいろパソコンも前に買ったしね。それから、iPad もちょっといいやつ買ったりとかしてんだけど、マジックキーボードでさ、でも全然なんかそういうソフトも落としてきたりとか、iPhone 上に落としてやってみたりとか画面小さいと厳しいよね、うんうん、小さいっていうのはまあなんかこの写真をこううまくこう貼るとなんかこうさなんかうまく配置できないとか、そこの背景とうまく撮れないとか、もう本当にダメ老人になっちゃって、いやいや、フライヤーとは違うけど名刺って作ってます？昔作った。今は作ってない？もう作ってない。そういうセッション行ってとかそういうの渡したりとかない？今ないね。いや名刺なんかみんな自分で作ってる人多いけど、さ名刺のさ、そもそも紙を買うとそこにソフトがついてて作ったことはある。それもね、今から10年ぐらい前かな。いや、まあ、だから現役の頃はさ、ある程度さ会社でやってるからさ、もちろんで、うん、私なんかついこの間名刺久しぶりに作ったんで、すごい安くて感動しちゃって、ウェブでねデザイン選んで、で名前とか発注するんだ、うん、そうすると2日後にはもうね、バンと来て1000円ちょっとで100枚。そういえばそういう話で言うとさ、ピックもさ、デザインをさ送ると、うん、格安のとこ見つけて、うん、その人普通だったらこうそこそこの値段するんだけど、ちょっと金額忘れちゃったけど、歯科、うん、のさ半分以下の値段でやってくれるような人で、その人はね自分でミュージシャンでいろいろ講師とかもやってる人で、その片手間でやってるんで、なんかすごい安いんで、その人とも実際にやり取りしたんだけど、結局はそのフォーマットにこういろいろ書かなきゃいけないのめんどくさくて、結局頼んでないっていうさ、頑張ってくださいねって言って分かりましたで終わっちゃってるっていうことも、だ本当ね、そういう面での老人化がね、企画とかアイディアとか浮かんで、なんとかでもね、ライブもちょっといろいろね、ミスすんだよ。タイムチャートっつってさ、うん、君 A バンド1時間、うん、B バンド1時間、うん、C バンド1時間って言ったら、この間さ、いや一バンドだけ間違って30分にしちゃって、で別にそんなことさ絶対
基本的に公平にやろうとしてるのに、あの、で、なんかちょっと変ですね、みたいなの来た時にさ、うん、ああ、気にしないでもうどんどんやってよとか返してさ、その人はなんか違ってます。あの、私たちだけ短いんですかって、これ見てるとあれなんだけど、本当に申し訳なかった、あの時。そういうミスをしちゃって、ああ、気づいてもう平山に謝って、ちゃんと直したんだけど。そんなね、ミスが増えちゃって。まあ基本的に私も自分のこと信用してないから、うん、あの絶対間違ってるとか絶対抜けてるとか思いながら何度も見直したりとか、それだよね、あと記憶も、うん、だから絶対あこう思ってる、でも一応ちゃんと調べようとか、やっぱりもう昔と違ってなんか自分のことが信じられないっていうか、そういうのは増えましたね。昔さ、あのちょっとやらしい話なんだけど、あのちょっと勉強に自信を持ってる時があって、でその数学の試験とか受ける時にはこの話はもうやめとこう。なんだいや、まあいいや、じゃあ、いや、1番がさ、計算問題で、2番、3番、4番で、5番が応用問題でさ、だいたいクラスのやつで2人ぐらいしか解けないけど、そこはもう絶対解けるの。うん、だけどさ、一番のところでさ、間違っちゃって、100点取れない。そうそう。で、そういう自分が好きでさ、ずっと貫いてる時代があってさ。だから、それは絶対ダメなんですよ、それは。あの、必ず検査しながら、コンピューターの業界に身を置いたしね。検査、検査、検査ですからね。でも、それが、人にはさ、プロジェクトマネージャーとして、検査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 って言ってる割に、相変わらず自分が何回やるときのさ、チェック甘くてさ、もうダメなんだよね。記憶力っていうのが、やっぱり、忘れることがすごく多くて、で、ある時から、例えば何かを聞いて、メモらなきゃ。まず、メモらないと覚えられなくなって、メモらなきゃって言って、メモを取ります。そのメモを書いた紙をどこに置いたのかがわからないっていうのがあって、もう今は全部 iPhone のメモ帳とかに全部あの書いて、手書きにしたものも写メ取っとくとか。あ、でも俺も全部 iPhone に入れてるよ。そのぐらいやんないと、だって本当にメモどこ行ったか、その探すものを探す時間がすごい長くなっちゃって、わかるわかる。で、隣の部屋に何か取りに行って、あれ何しに来たんだっけなと思って、またこの部屋に戻ってきて同じことする、あ、そうだって言って。俺もね、数年前から自分の人生、探し物の人生って、うん、名付けて生きてる時やった。探し物は何ですか、ずーっとね、こっちの隣に行くと忘れてんだよね。だからその時はね、戻るの。で、前の、あ、そうそうそう。前の部屋に戻って、なんか前の、その、行く前のことをすると、きっかけがね、思い出す。なるほど。だからもうシナプスが切れちゃうんだよね。いやね。いやね。こんな話はどうなんでしょうか。こういう話で盛り上がるの嫌だね。嫌だね、ちょっと。負けねえぞ。だから頑張るぞ。頑張るぞ。だからフライヤーという新しい技術って恥ずかしいんだけどさ、なかなかできるようになんないんだよね。でも周りのみんなどんどんやってるからね。いや、難しい。あ、そんなもううまくやってんじゃん。なんだろう。フライヤーを作る程度だったら、うん、このレベルの機能でいいのに、不要な機能がいっぱいつきすぎちゃって、あ、で、それが微妙にリンクしてるのね。だから、この作業をするためには、ここの知識もちょっとかじっとかなきゃいけないとかさ、そういうのが結構あって、で、でもね、そのハードルをこう、まあ、そういうソフトを使って1枚フライヤーを作ればひな型がね、うん、あとはもう横展開なのよ、うん、この写真を持ってきてペッて貼って、そうそうそう、うん、表題変えればいいはずなんだけど、ひな型みたいのが、うん、ひな型に落ちてんだよ、チラシとかそういうのさ、ね、ありますよね、いろいろ。昔年賀状すごい凝ってたもんね、うん、そういえば大昔、まだそんなに多分いろいろない頃でしょ。iPad に Good Note っていう結構いいソフトがあってさ、うん、そこもチラシ多分作れると思うんだけど、なんかうまくいかないんだよ。飽きちゃうんだよね。iPad でちょっと画面小さいよ、作るには。辛いと思うよ。やっぱりパソコンでやった方がいいのか。そう思うよ。うん、もうずっとパソコンもなんかのね、開いてなんかこう、iPhone、iPad でこと足りちゃうからね、そのフライヤー以外は。うん、そうですよね。でさ、まあそれなりにさ、作るときはなんとなくそのね、気をつけるわけさ、うん、で必要最低限の情報だこもさ、あと、うん、誰が出るとかさ、
で、まあスペースが許せばどんなバンドかとかさ入れるんだけど、うん、で実際自分が作った身でね、なんかいろんな人のフライヤー見るとさ、うん、ふざけたフライヤーが結構あったりするのよ。あ、そうなの？まずね、うん、会場が抜けてたりする。ある。どこ行きゃいいんだよって。それさ、ちょっと微妙なんだけど、うん、プロの人に多くない？プロの人はさ、それじゃすいませんだけど、なんかさ、行こうと思ってんのにさ、その情報が入ってないから、そのプライヤーからまたさ、その人のさ、なんかこういろいろ前後見たりとかさ。あ、プロかもね。プロの人で会場入ってない時ありますんで、うん、よろしくお願いします、見に行きたいんで。はい、それで。あとさ、名前しか書いてない、バンド名しか書いてないっていうの結構不親切だなと思うんだよね。なんかさ、無駄な模様ばっかり入れてさ、バッチリなしで、ね、出演がバンド名だけとかさ。あ、でジャンルとかどんな種類のさライブなのかも分かんないわけ。あ、で俺さ、よくさタイトル結構気をつけるのね、うんうんうん、だから何、あのアコースティックナイトだとかさ、うんうんうん、あのオールドロックフェスティバルとかさ、うんうんうん、なんかそれタイトル見てどんなライブなのか分かんないとさ、うん、もうさ、だってあのフライヤーってさ、一瞬見て分かんないとダメなんだよ、折り合わせると。なるほど。基本的にはもう一目見ないと、なんだろうな、みんなさ、ほら、フライ、フェイスブックとか見るとさ、こう、変わったデザインとか見るとさ、目は止まるけど、基本的にこう、なんだろう、流し読みするじゃない。だから、その流し読みの中で情報を汲み取ってもらえるようなフライヤーが一番俺はいいと思ってるんだ。なるほど、なるほど。そうすると顔が乗ってる。で、まあ、スペースがあればどんな、タイトルでどんなライブか。で、まあ、あと場所、チャージ。だからまあ、5W1H コスト。そうそう。そうだよね、うん、そこだよね。まあ、基本だけどね。で、意外とそれやらないやつがいるんだよね。基本的にセールするときはそれをメモしてっていうのはもうね、うん、サラリーマン時代からずっとそうだな。まあ、印刷は自分でやってんの？印刷はしない、基本的に。ああ、そっか。うん、じゃあ送った先の人間がそれを印字して配ったりとか、それあるかもしれないけどね。まあ、基本 Facebook？ うん。あとは個人メールで、どんなやつだっけみたいな、詳細教えてとか言うと。まあ、ライブ、セッションの時にこうやって配ってる人いるけどね。まあ、それはそれでありだと思うんだ。なんかライブハウスによくチラシ置いてあるじゃん。うん。僕らの場合は置いたりとかもしてるし、うん、配ったりこうやって来てねとか渡す場合もあるけどね、うん、で渡してさ、散々一緒に楽しく飲んでて帰った後にそれ残ってるとかよくある。あるよね。まあそれもうそういうことだからあれなんだけど。だからね、うん、特にライブに関しては情報が受動だと、うんうん、なかなかね腰が重いのね、うん、だからオーディエンスが取りに行かないと、うん、なかなか来てくれないっていう難しさはある。だからそこには必要な情報が入ってないと、うん、なかなかその来てくれる人も動けない、うん、まあオーディエンスの立場だと知りたいのはもちろんその日時とか場所とかもそうなんだけど、やっぱそのどういうバンドかっていうのをね、どういう音楽やってるとかどういうジャンルっていうのはやっぱ知りたいよね。だからね、トリビュートバンドだとね、うん、それ説明しやすいのよ、うん、例えばライトニー・ニクソンでヒズバンド、うん、AKA エリック・クラプトンとかさ、うんうんうん、書けるじゃん、うんうん、そうそう、うん、なんかそういう情報欲しいよね、うん、だからさ、オリジナルは難しいよね。まあでもオリジナルもそのね、ジャパンポップス系、何々系って言い方あるんじゃないの。まあね、うん、ブルース系とかロック系とか、うんうん、まあそっか、じゃあそれを多少足してもいいかもしれないね、うん、まあ結構バンドの写真が物語る場合もあるから、ね、そうそうそう、うん、それ大きいんだよ。あと僕の場合はほら、写真が撮れなかった時はロゴとかで、うんうんうん、
で今度ドミノブレーカーっていうのはさ、うん、ちょっとドミノス意識してますよの香りが出るようなとかね、ちょっとでもねそういう匂いというかね、匂いはまあ一応出したりとかはしてるけど、うん、早く作れるようにならないとな。作れ一応手帳にさ、あの日記風に毎日ちょっと書いてんだけど、その中に3日に1遍ぐらいフライヤーを作れるようになるって書いてんだけど、なかなか思い越しやることリスト、そうやることリストのあの柔らかいやることリスト、本当にやんなきゃいけないっていうか、思いついたこととかさ、こういう曲やりたいねとかさ、そういうのをあの書くようにしてるんだよ。いいよ、作ってあげるよありがとうございますでも、うん、それはそれでお願いするし、でもね、そんぐらいね、できるようになんないとな。いや、そんくらいっていうレベルじゃないんだよ。そうなんだね、うん、まあでもさ、ほら言い訳になるけど、何でも簡単に全部ね、できちゃって嫌なやつになっちゃうからね確かに、いや、本当だよ本当、うん、いろいろできないからさ、助けてとか言ったら、可愛いやつだみたいな、そう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 でもバンドでそれやってるとだんだんみんなから舐められてさどうこいつできねえ、できねえ、何ができるんだこいつは、そうそうそう、そうね。でもね、まあ操作が難しいとは言っても、昔はさ、うん、何十万も出さないと手に入らないようなソフトがさ、今無償でダウンロードして使えるっていうのすごくない？うん、ね、本当ありがたいよね。ありがたいね一応こと足りるもんね、うん、で気に入って好きになっちゃうとさ、あの有料のやつ買っちゃったりとか、うんうん、そのグッドノートってのは結構使い勝手良かったから有料のやつ買っちゃったけどね。それはデザインソフト？え、違う、あの一応の本当にノートだね、うん、だからそれであのさ旅行記とか作れるんだよ、写真アップした。だからその旅行記の変形としてフライヤーみたいにやろうとはできるはずなんだけど、写真を置かれるからさ、あとはちょっとあのデザインをさ載せればできるはずなんだけど、なかなかそこまではいかない。あと何、あのてなんていうかノートだからプランナーとかさ、うんうん、そんなあのテンプレートが充実してるんだよ。うーん、グッドノートって多分一番売れてるんじゃないかな。あの大学生が勉強で使ってるみたいな。だから数式なんかの文字もいっぱい豊富にあるから、数学科の人が使ったりとか、うん、してんじゃないかな、わかんないけど。 iPad に入ってんの？ iPad のソフト、あの iPhone でもあるけどね、あのだから同期取れるから。でも全然次の一歩が進まないねあのフライヤーで順調に進んでる？フライヤーの作成は。今のところ。今のところだから頼んでやっていただいてるっていう状態だね。うん、あれはちょっとあの、23日のやつはね、早くケンちゃん作ってくれないかなと思うけど。23日。あの、レニュートをまたやるんで。おお、うん。で、前座で熊友が出るんだけど、うんうん、そこのところにまたさ、なんかさ、一曲やるとか、リベンジだとか言ってさ、なんかありがたいことにライブハウスに行ってると、そういうありえないようなプロの人たちの混ざって、お前ちょっと壇上に上がるみたいな話があって、ね、そうするとさ、だけどさ、嬉しいんだよ、うん、とっても嬉しいし、幸せなこと。タオちゃんなんかもさ、ずずしくシャ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 弾くけどさ、俺らともさ、もうビビっちゃってさ、固まっちゃうわけで、普段だったら絶対弾けるようなさ、本当にブルースの簡単なアドリブすらもうさ、ビタ一文も動かなかったもんね、わかんないとかなっちゃう。あれ面白かったね、みんなに受けました。面白かったなってやってる人は辛かったけどね